おお、いたいた。ほら見ろ、この辺にいるって言っただろうが。俺の勘はよく当たるんだよ。待て、逃げるな。やっぱ忍者っぽいな。それだよ、それ。それが欲しいんだ。この前言っただろ、劇に出てくれって。でもよく考えたらおめえに時間を教えるの忘れてたよな。つうわけでこれ予定表な。場所と時間書いてあるから遅れんなよ。うろん、劇の練習の後はトレーニングだ。着替えも忘れるな。大丈夫、お前ならできるって。んじゃな。最終日は特に重要だから遅刻厳禁だぜ。あら、偶然ね。これから電車に乗るの？運が悪いわね。今、電車が止まってるみたい。話だと、爆発物が仕掛けられてたとか。しでかしたわけじゃないわ。リボンちゃんですか？そういえばリボンちゃん、ツナさんのお家にはいませんでしたよ。あ、帰るんですか？それじゃ、さよならです。
おい、ツナ、今日は学園祭前の最後の日曜日だぞ。ちゃんと練習しろ。いい加減疲れたよ。それにきっと、あの忍者が俺の代わりに舞台に立つことになるって。あれ？今、なんか天井から声がしなかった？のダメさ加減にジャパニーズ忍者が怒ってるのかもしれねえな。もう何度も怒られてるっていうか、普通に暗殺されてるんだけど。それはそうと、リーノのやつが動物園に来てるらしいぞ。俺たちも遊びに行かねえか。練習しろって言ったくせに。練習する気がねえなら無駄だ。とっとと行くぞ。いきなり園内が騒がしいけど、どうやらあいつの仕業だな。たまには広い場所でゆっくりさせてやりたいと思ってな。波盛りで一番でかい水場といえば
ここしかねえからな。ほっといたら勝手に逃げ出して池へ行こうとするから閉じ込めとくしかねえんだ。だからって動物園のペンギンの水槽に入れちゃダメですよ。心配するな、あいつは優しい性格だからペンギンを取ってくやしねえよ。みんな怖がって水から上がっちゃってますよ。それはそうと、今日は大事な話があってきたんだ。おめえのことだ、何かあると思ってたぜ。何なんですか大事な話って。間もなくこの並盛に砂を狙って大暗殺部隊が押し寄せる。大暗殺部隊？さすがのお前らだ。大暗殺部隊なんて程度じゃ全く驚いた様子がねえな。十分驚いてますよ。確かにそりゃ一大事だが、スナは今それどころじゃねえんだ。何か他にヤバいことでも抱えてるのか。あったっけそんなことは。もうすぐ学園祭なんだ。なるほど、そりゃ大変だ。納得するんですか？さしてがましい真似は好きじゃねえけど、こうなるとやっぱりうちの連中に周りを守らせた方がいい。ぜひお願いします。その必要はねえぞ。何言ってんだよリボン。スナは今忍者の変身術を身につけようと毎日修行してんだ。大暗殺部隊なんて手でもねえぞ。いつそんな話になったの？やっぱり俺の出る幕じゃなかったか。スナ、伏せろ。行くぜ。行くぞ。影山さん。何しやがる、てめえ。うわ、ディーノさん。貴様みてえなヘッポコ忍者に可愛い弟分を殺させはしねえぞ。何言ってやがる。俺たちはこっちだぜ。ディーノさんに助けてもらっちゃった。また俺の偽物。どうやらおめえ本物の妻に入れ替わって暗殺しようとしてた大暗殺部隊の一人をやっちまったみてえだな。よう忍者、おめえもシャレがきついじゃねえか。味方なら味方って最初から言ってくれよ。味方じゃないですって。こいつが暗殺者ですよ。おめえにはまた助けられちまったな。二人とも騙されてるよ。敵が一番理解してるし。どうだ、ファミリーに入らねえか。まだ言ってるし。どういう目的で綱を狙うか知らねえが、それだけの腕ボンゴレのために使った方が得るものは大きいと思うぜ。ディーノさんまで意気投合してるし。
見つけたぜ忍者野郎。こんなとこでサボりやがって。練習の時間伝えたはずだぜ。その後はボクシング部で汗をかいてもらうぞ。極寺君、山本にお兄さんまで。どうしたんですか？あっちゃ、また10代目に見つかっちまった。素直に隠し事はできねえな。すいません10代目、実はこいつに特訓させるつもりだったんす。やっぱりその計画頓挫してなかったんだね。10代目に恥をかかせるような結果には決してしませんから。俺が心配してるのはそっちじゃないよ。なあ、お前もいい加減へそ曲げないで一緒に学園祭に出ようぜ。当然ボクシング部にもな。どうだ、みんなああ言ってるぜ。あの意地っ張り野郎め。せめてあの仕掛けだけでもうまく真似してえな。まさに極限の身のこなし。そりゃあ暗殺者なんだから。